皆さんこんにちは。バンダイナムコエンターテインメントがお届けする台北ゲームショー、本日は2022年12月9日に開かれましたザ・ゲームアワードにてタイトルを初公開しましたアーマードコア6ファイヤーズオブルビコンに関する情報をお届けしてまいります。私は本日の司会進行を務めさせていただきます、森遥香と申します。よろしくお願いいたします。そして株式会社フロムソフトウェアから小倉康則さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アーマードコア6ファイヤーブルビコンのプロデューサーをしております小倉と申します。よろしくお願いいたします。はい、小倉さん、今日はですね、すでに発表されました、はい、このタイトルのさらなる概要をご紹介いただければと思いますので、はい、分かりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、あのタイトルの発表からしばらく経ちましたが、はい、それでもまだまだ皆さんの熱冷めやらぬ感じしますね。ありがたい話ですけども、はい、本当にたくさんの方に待っていただいていたので、本当にすごい反響いただいてて、僕自身もすごく嬉しいです。ではですね、早速先日公開されましたアーマードコア6ファイヤーズオブルビコンの初出映像をご覧いただきたいと思います。どうぞ。皆様いかがだったでしょうか。本当に気になる要素が満載でして、はい、先日初公開した後もですね、世界中で本当に反響があったと思います。はい、改めて小倉さん、どのように感じていらっしゃいましたか。そうですね、前作からもう10年経ちますので、すごく長い間お待ちいただいているファンの方々がすごくたくさんいるっていうのを改めて実感しましたし、ちょうど去年ですね、25周年シリーズを迎えてましたので、なんとかそこに滑り込んで発表できたなっていうのはちょっとホッとしておりまして、本当に長く皆さんお待たせしちゃさせてしまったなと思っているので、そういった意味ではすごく反響いただいてすごく感謝しております。はい、以前からのファンに加えまして、はい、また今回の映像で改めてこのアーマードコアというものを知った方も多くいらっしゃると思うんですけども、はい、初めての方に向けて改めてこのタイトル、どういった作品なのかご説明お願いしてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。アーマードコアシリーズというのは、弊社が本当にゲーム
業界に参入してからすぐに出したタイトルでございまして、まあ、当時キングスフィールドとかも出したんですけども、同じような形で、1997年から、プレイステーション専用タイトルとして発売した、タイトルになりまして、まあ、最新作ちょうど10年前なんですけども、2013年のアーマードコアバーティクトデイっていうところから全15作品出しておりまして、まあ、最も、特徴的な部分としましては、まあ、パーツを組み替えて自分だけのオリジナルメカを作って、まあ、それをアクションさせて遊ぶっていうところが一番のポイントになってまして、まあ、そのコアであったりとか頭であったり武器であったりっていう形のさまざまなパーツっていうのを自由に本当に組み替えていただいて、まあ、自分だけのオリジナルメカでさまざまなミッションを遂行するっていうところが、まあ、最も特徴的なアクションゲームとなってます。で、まあ、実際あの多くシリーズがあるんですけども、結構荒廃した世界とかで、はい、まあ、その企業とかいろんな組織に翻弄されながらも、そういったさまざまなミッションをこなしていくことで物語の核心に触れていくというようなアクションゲームになってます。ストーリーもアセンブルも本当に奥深い。そうですね、特にアセンブルパーツを組み替える部分に関しては非常に奥深い、まあ、複雑さもあるんですけども、逆にそこがやりごたえがあったりするところなので、いろいろ組み合わせて見ることで、この自分の好きなメカっていうのを、まあ、パーツの性能だけではなくて見た目もこだわっていただけるところがポイントかなと思ってます。はい、ズバリ前作からこの10年かかった、はい、10年を要した理由というのを改めてご説明いただいてもよろしいでしょうか。そうですね、はい、実際ここまで開けるつもりはなかったんですけれども、これまでさまざまなタイトルを作ってきた中で、まあ、結構優秀な人材開発メンバーとかも出てきましたし、我々の社長である宮崎も含めですね、私も自身もそうなんですけども、まあ、ACをやりたいっていうスタッフ結構多くいましたので、なので、まあ、そもそも ACを作らないって選択肢はなかったんですね。なので、AC は作ろうっていうところだったんですけれども、いろいろその社内でも複数のタイトルが並行してますので、まあ、その社内のリソースを、まあ、適宜配分していく中で、まあ、どうしてもちょっと時間がかかってしまったっていうのが実際のところになります。今お話にも上がりました、宮崎さん、はい、今回本作のディレクターではないと伺っておりますが、はいはい、どのように関わっていらっしゃるんですか。はい、今作では、イニシャルゲームディレクターというような肩書きになりまして、はい、いわゆるゲームの初期段階のディレクションを行っておりました。宮崎だけではなくて、まあ、他に、まあ、実際今の、ファイブルビコンの、プロデューサー、いわゆる開発プロデューサーですね、ラインプロデューサーをしている、まあ、ケネスっていう人間だったりとか、あともう他にもいたんですけれども、まあ、そのメンバーと、まあ、実際そのいわゆるゲームのベース部分ですよね、いわゆるそのなんだろう、マップ設計であったりとか、アクション性であったりの方向性みたいなところを、まあ、定義づけるようなことっていうのをやってきました。アーマードコアの大きな方向性ってどういったものなんでしょうか。はい、これまでフロムソフトウェアが培ってきた知見とかノウハウみたいなものを生かして、まあ、AC シリーズならではのアセンブルをすることでの操作の自由度っていうところをもう一度見つめ直そうというところですね。そこが一番のポイントだと思っていて、その実際パーツを変えることでアクションが大きく変わる、そのアクションとアセンブルが相互に関係しているっていうところ、そこが多分一番重要なところで、まあ、そういったところの定義付けみたいなところを行った形ですね。その方向性がありつつ、10年を経て今までの作品と今作、一番大きな違いはどういった点になるんでしょうか。はい、一番大きなところとしましては、過去作以上に、まあ、コストであったりリソースだったりっていうのが多く使えるっていうのがまず1点 でもう一つは、まあ、10年という長い結構期間がありましたので、それまで我々としては、まあ、ダークソル2であったりとか、あとブラッドボーン、ダークソル3、あとはデラシネであったりとか、それこそセキュロシャドウズダイトワイス、あとは最近だとエルデンリングといったさまざまなタイトルを作ってきましたので、そこでの知見であったり経験であったりノウハウっていうものが生かされるってところが一番大きなところだと思います。今までの作品、例えばアーマードコア5ですとか、過去作とのつながりは本作はあるんでしょうか。前作の5とつながりがあるかと言われると、ストーリー的なつながりっていうものはありませんので、実質今作から始めていただくとしても全く問題はないと思ってます。アーマードコアシリーズのいわゆるそのパーツを組み替えて自由に操作するっていう、そのいわゆるその根幹の面白さみたいなところっていうのは、まあ、今でも十分に面白いものだと思ってますし、そこはすごく僕らも大事に作っていきたいなというところなので、まあ、そういった部分と、まあ、これまで培った我々のタイトル開発からのノウハウであったり経験みたいなものを掛け合わせて、まあ、新しい形でのアーマードコアとしてのアクションゲームっていうのを今回お届けしたいなと思ってます。新規の方でも触れやすいタイトルになってるんですね。はい、
昨年度ですと世界中で大ヒットしました、あのゲームオブザイヤーでも選ばれましたエルデンリング、はいはい、あちらに続いて の新作発表ということでかなり注目してやってみたいという方も多くいらっしゃると思うんですよね。そんな初心者の方に向けてのやりやすい工夫っていうのもあるんでしょうか。そうですね、詳しくはまた今後お伝えしようかなと思ってはいるんですけれども、まあ、一つお伝えするとするならば、先ほどからお伝えしている通り、そのアーマードコアって、パーツを組み替えて遊ぶっていうそのアセンブルってところが、まあ、一番その奥深くもあり楽しいところなんですけども、まあ、逆に言うとかなり細かい部分がいっぱいあるので、そこら辺でなかなかそのコツがつかみにくいっていう方がやっぱ結構過去作でもいらっしゃったと思ってるんですけども、まあ、そういったところに工夫を加えることで、そのなるべく素直な形でアセンブルに、まあ、手がけていただけるような形になるような工夫というものを盛り込もうとしています。はい、本作はアーマードコア6だけではなく、ファイアーズオブルビコンというタイトルも付けられていますけども、はい、こちらの意味はどんな意味が込められているんですか。はい、ファイアーズオブルビコンというのは、今回の世界観から来ているワードになりまして、まあ、今回の舞台となる、まあ、ゲームの舞台となるところが惑星ルビコン3と言われるところで、そちらであと謎の新物質が発見されたというところが発端になります。その新物質をめぐって、まあ、企業だったりさまざまな組織っていうものがその利権を求めて争うっていうのが大きなお話の流れになっていて、で、まあ、当然プレイヤー主人公は、まあ、独立傭兵としてその戦火に身を投じていって、まあ、さまざまなミッションを遂行していくというところになっています。いや、ストーリーも考察しがいがありますけども、皆さん他にも考察しているのがパーツ、初出のトレーラーでも出てきましたが、バリアだったり四脚のパーツでしたり、過去作にも出てきたようなパーツ要素が見受けられました。本作ではどういったパーツが出てくるんでしょうか。はい、今作でも過去作にあったようなパーツであったりとか、それに類するものっていうのは当然出てきます。映像であった近接クリでボンって突っ込んでるようなパイルバンカーと言われるものだったりとか、今おっしゃられたような四脚であったりとかっていうのも当然今回も入っています。で、他にも実際映像をご覧いただければ、いろいろなゲームの情報っていうのは実は隠されているので。あ、そうなんですか。じっくり見ていただけると、あ、こんなことができるのかなっていうのも考察していただけるんじゃないかなと思ってます。はい、まだまだ何度でも見ていただきたいですね。そうですね、はいはい、そしてフロムソフトウェアさんといえば、やはりハードな手応えのある難易度のゲームタイトルがやはりおなじみですけども、アーマードコアの難易度設定はどうなっているんでしょうか。はい、本作でも、我々らしいその手応えのある、ものっていうのは当然目指していますし、そういったものになっていると思ってます。ただ今回アーマードコア6の、難易度に対するアプローチっていうものはちょっと他のものとはちょっと若干違っていて、アーマードコアシリーズ独特のものとしまして、その先ほどからお伝えしているとおり、パーツを組み替えるところが、まあ、一番の根幹だと思っていて、そのパーツを組み替えることでその攻略の手がかりみたいなものを見つけるっていうところが一番のポイントだと思っていますので、まあ、そこを今回も丁寧に主軸に置いてまして、そこにプラスアクション、その最適なアクションをすることでその難局を乗り越えていくっていうところの楽しさであったりとか達成感みたいなところは今回も注力しています。やはり本作でもそのアセンブルが一つの攻略の鍵になってくるわけですね。そうですね、はい、そこのアセンブルを軸にしながら、南極を乗り越えていくってところが今回ポイントかなと思ってます。はい、南極と言いますとボス戦も気になるところなんですけども、はい、ボス戦のやりごたえはいかがですか。そこはもうもちろん今回もやりごたえがあるものになっていると思います。実際ゲームの中でのボス戦というのはすごく華のある部分なので、はい、今作でもそこはキープしておりますし、そこのエッセンスって当然入ってます。フロムソフトウェアらしいそのボスの戦闘、いわゆるその敵の動きであったりとかを学習して、かすかな予兆をつかんで、まあ、最適な攻撃を繰り返すっていうところのそのやりごたえみたいなところっていうのは当然今回もニュアンスとして入ってますので、実際そこのやりごたえっていうのは楽しめるのかなと思ってますし、まあ、今回メカならではなんですけども、その敵も自分もすごく動きが派手なんですね。そのロボットなので、そのダイナミックですごくアグレッシブなんですね。で、特に戦闘距離が、遠くから近くから、近くから遠くみたいな形ですごく目まぐるしく交錯していくので、そういった意味でもそのよりダイナミックで激しいバトルっていうのが楽しめるのかなと思ってます。早く見たいですね、バトルシーンが。そうですね、そこもお楽しみいただけたらなと思ってます。はい、
他にも気になることがありまして、本作でのマルチプレイ要素はどうなっていますか？はい、本作はよりダイナミックなアクションを楽しんでいただけるようにと思ってますので、ストーリーモードはシングルプレイにしてますけれども、オンライン要素としましてオンラインアリーナという形での、はい、対戦ものを用意しようかなと思ってます。ただこちらに関してはちょっとまた後日詳しくお伝えできたらなと思ってます。気になりますね、はい、非常に、はい。他にもオンライン要素ってあるんでしょうか？はい、一つだけちょっとよく聞かれるのでお伝えしようかなと思ってるんですけれども、今作でもいわゆるそのエンブレムというものがありまして、いわゆるその機体に貼る自分だけのマークみたいなものなんですけれども、それをまあ自由に作るっていうのが過去作からずっとあるんですけれども、はい、まあ、そちらを交換できるっていうことを、前作に引き続いて今作もやる予定なので、そのいわゆるパーツのパラメーターだけではなくてカラーリングであったりとかウェザリングであったりとか、まあ、そのいわゆる見た目ですよね、はい、そういった見た目も、含めてカスタマイズすることで自分だけのオリジナルのメカっていうのを楽しんでいただけるのかなと思ってます。では従来のファンにも嬉しい要素がまだ今作でも楽しめるんですね。そうですね、エンブレムって結構そのやっぱりプレイヤーのその個性というのが一番出るとこなので、すごくこだわって作っていただける方っていうのも過去作含めてたくさんいらっしゃるので、まあ、そういった方に対しても今回でも、じっくり作っていただいて、まあ、オリジナルのエンブレムでみんなで見せていただけたらなと思ってます。10年ぶりの新作というところでまだまだ気になることはあるんですけども、今後の情報に期待したいなと思います。では最後にこの映像をご覧の皆様に向けてメッセージをお願いします。はい、シリーズ20周年の時に、まあ、AC シリーズはこのまま終わらせませんとお約束して、ちょっと長い間5年もかかってしまいましたが、ようやく今回アーマドカ6ファイアグルビコンを、皆さんのもとに発表することができて大変光栄に思っております。またさらに、大変長らくお待たせしたことを申し訳ございません。本作に関しましては、これまでフロムソフトウェアが培ってきた知見と経験、ノウハウであったりっていうものを、まあ、AC シリーズのコンセプトと掛け合わせた形での新しいアクションゲームとして開発しておりますので、どうぞご期待いただければと思っております。今後いろいろな情報を出していきますので、そちらもチェックしていただければと思っております。こうして皆さんから大きな反響をいただきまして、我々スタッフ一同すごく気を引き締まる思いでいっぱいです。これを糧にしながらですね、また開発に邁進していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。アーマードコア6ファイアーズオブルビコンは2023年プレイステーション5、プレイステーション4、 Xbox シリーズ XS、 Xbox One、 Steam で発売予定となっておりますので、皆様今後の情報にご注目いただけますと幸いです。それでは皆さん、さようなら。さようなら。